アイバー伯爵は、連合王国貴族の伯爵院。ビール醸造会社、ギネスの所有者、経営者、エドワード・ギネスが1919 19年に除されたのに、始まる。初代アイバー伯爵に除される、エドワード・ギネスは、ビール醸造会社ギネス所有者、経営者の初代順番シャクサー・ベンジャミン・ギネスの3、何として生まれ、1868年から、兄、アーサー・ギネスと共に、 父の後を継いで、ギネスの共同所有者となり、1876年に、兄から権利を買い取って、単独の所有者、経営者となった人物である。1885年5月27日に、順断爵、1891年1月19日に、ダウン県における、アイバーのアイバー男爵、1905年12月8日に、ダウン県における、アイバーのアイバー主爵、 1919年9月30日には、アイバー伯爵とサフォーク州におけるエルブデンのエルブデン、死者区に除せられた。初代伯の死後、初代伯の長男ルパート・ギネスが二大伯爵を継承した。ギネス会長職も彼が継承した。なお、初代伯の三男ボルター・ギネスも保守党の政治家となって1932年に、モイン・ランシャクに除せられている。 この男爵家も2016年現在まで存続している。二大白の長男エルブデン死爵アーサー・ギネスは第二次世界大戦で戦死したため、1967年に二大白が死去すると、エルブデン死爵アーサーの維持であるベンジャミン・ギネスが三大白爵位を継承した。またその前の1962年からベンジャミンは引退した二大白の後を継いで、 ギネス会長にも就任しており、1986年まで、務めた。三大伯の死後はその長男、エドワード・ギネスが四大伯爵位を継承した。2016年現在の当主も彼である。本邸は、サフォーク・エルブデンにあるエルブデンホール。モットーは、私の希望は、神の中にあること元当主エドワード・ギネスは、以下の爵位順段爵位を保有している。 初代アイバー伯爵、エドワード・ギネス法廷推定相続人は、現当主の息子エルブデン死爵、アーサー・ベンジャミン・ジェフリー・ギネス。ありがとうございます。